年。キャストトーク。皆様こんにちは。冒険者になりたいと都に出ていった娘が S ランクになってた、アンジェリン役の早見沙織です。アネッサ役の川瀬真希です。ミリアム役の大久保留美です。こちらは2023年10月より放送中のテレビアニメ、冒険者になりたいと都に出ていった娘が S ランクになってたを様々な観点で掘り下げて、作品の魅力や裏話などここでしか聞けないお話をお伝えしていくトークコンテンツです。はい、前回は4話の振り返りトークを行いましたけれども、今回は少し飛んで物語的に区切りの良い第7話の放送が終わったタイミングということで、いろいろ起こりましたが、大変だった、お話ししましょう。はい、どうでしたか。いや、いろいろありすぎて、なんかもう何から話したらいいのか。まあ、そのアンジェリンたちのね、パーティーたちとこうベルグリフたちがアンデッドをこうね、バンつって乗り越えましたと思ったら、なんかサーシャが別のところで襲われてるってなって、またアンジェリンがそれを救ったら、またボルドー家がみたいな、ってなって、一難去ってまた一難とはこのことかというくらい、もう結構常にシリアスというか、ちょっとピリッとした空気が珍しく流れてたのかなっていうのもありましたし、またねボルドー邸がねちょっとこう襲われた時にベルさんが、皆さんこう逃げてくださいと、かっこよかった、んですか、避難するために時間を稼いでくれるっていうのが、なんか本人もね、早めに冒険者をこう引退してって言うとあれですけど、ね、戦ってなかったけれども、やっぱりこう強いんだなっていうのと、冒険者としての誇りがちゃんとあってっていうのが、かっこいいシーンでもあったなっていうのはありましたね。なんかもともとオルフェンにこう戻ってくるよっていうタイミングで、ボルドー家からちょっと助けてくれみたいなお手紙が来て、ベルグリフが一緒にね、感じ的にはすごい嬉しい、そうですね、みんなで一緒に行動してっていう中で、シャル、はい、役っていう、あの二人が、まあ、全然まだ謎のままなんですけど、なんかやっぱりあの二人何なんだろうっていう、そうですね、結構まあ多分ですけど、シャルはすっごいなんか悲しい過去を持ってて、そうですね、で白もアンジェ無双の時に、アンジェ無双の時に話したいと思いますけど、あの時とかにもね、なんでお前ばっかりみたいなセリフがあったりとか、なんかまだこの先ありそうだなと思いつつ、なんかこうボルドー家の三姉妹の話は一旦区切りなのかなっていうところ で、 そうですね、ヘルベチカ私すごい好きなんですけど、なんかヘルベチカが結構その柔らかいところとしっかりしてるところがありつつも、ちょっとなんかやっぱりこうまだ亡きボルドー博お父さんの後を継ぐっていう覚悟みたいなものがまだしっかりできてなかったけど、もうここからは自分がここの領土の主なんだと、もう決めて最後にね残酷な命令を出してっていう、あそこかっこよかったけど、なんかちょっと悲しくもあったな。そうですね、こんなに若い女の子にそうですね、これからのことを背負わせていくんだって思って、私はベルグリフさんとくっつくのをねちょっとね期待してたんですよ最初。お、結構お似合いだなと思ってて、ぐいぐい来てくれるから、いいえ、そうです、娘 NG が頑張って、そう、でもなんか結構さ、そばにいてくださいとか、最後にねちょっとチュッチュッてしたりとか、全然ベルさんの声のトーンが変わんない、そうなんですよね、あんな洋服キュッて引っ張られたらキュンポイントなのに、ポイントですね、あ、そうですね、じゃあお守りしますよみたいな任せてくださいみたいなね、なんかすごい全然興味ないっていうか、やっぱ女性としてね見てないんだなっていう、だからアンジェ心配することは全くないんだなって、ね、そうですね、まあ、戦いの最中っていう感じでしたしね最初は。何しても三姉妹すごい可愛かったから、なんか一旦ここでね、まあ、ボルドー家編が終わるって思うとちょっと寂しさはあるかなっていう、ここからどうなるのかっていうのはありますよね。そう、さっきも出ましたけど、謎の薬をねいただいて、霊薬すごすぎません本当になんか謎の薬って言うとちょっと危ない話ですけど、そうですね、香り嗅いだらけでだいぶって感じですよね、
だってあれが全ていろんなものを解決して、うん、本当にアンジェもすごい強くなるし、アンジェ無双のあの白兎の戦闘本当に本当です、ね、ものすごい物理で攻撃しまくってましたからね、バスボーンって。でももうあお父さんの愛の力だみたいになってましたけど、そう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 、いやいやいや霊薬すごすぎませんっていういやなんかあの強すぎて、うん、なんかマキちゃんも言ってたけど、うん、なんか某少年漫画の、はい、ほらなんか俺ワクワクするぞじゃないけどなんかやっちゃいましたみたい な、ね、感じありましたよね。おめっ強えなみたいな確かになんかすえ強くなりすぎるとこうなっちゃうんだっていうもう全然余裕でしたからね、痛みもすぐ消えて、だからやっぱあんまり早見さんもお芝居的にその、ね、息遣いをいっぱい入れるとちょっとなんか弱そうに聞こえるっていうのがやっぱ我々の業界には、ね、あるから、全然なんかセリフも余裕しゃくしゃくというか、ね、息を切らさない感じで ね、まあ、シャルのことも結局ねそう霊薬強ってなりましたからね。いやいや本当にね、本当にやっぱり、まあ、ここからちょっとどうなっていくのかっていうところで、あのねシャルが泣いてる姿、そう、うん、なんかもう音でもみんなやっぱお父さんの包容力に包まれて、ね、優しさに包まれたならな行くんだなっていうのを、ね、ありがとうって言ってましたからね、感じましたし、うん、あとちょっとアンジェリンが一瞬ちょっと弱る部分が出てきてて、その謎の影帽子的なものにこう、お前も同じだみたいな、そう、うん、あれがね謎ですよね、お前も同じだってどういうこと、ね、そう確かに聞こえてきてましたもんね、で白もなんかねお前ばっかりって、じゃあアンジェって何なのっていう、またなんか謎が増えましたしね、なんかあれにこう対対した時なんかふわーって、なんか飲まれる感覚になって、繊維がどんどん奪われていっちゃうんですよね、アンジェリーは。何なんだろう、不思議でしたね、あれは一体何なんだろう、そう思ってんのにお父さんとは一旦ここでまたお別れですからね、あー寂しいですね、 あのずっとくっついてさ成分補充してるっていうのが可愛すぎて、でもなんか離されて最後なんかスンって落ち込んでたけど、最後こう行っていきますみたいな、そう頑張ってきますが良かったですね、頑張って言ってるみたいな、だって行くのはお父さんなのに行ってきますって言うんだもん、もうあれも子供心、子供の時の心を、ね、感じましたよね、またただいまって言って会うんでしょうね、っていうのは、まあ、ここからまた物語がね、はい、いろいろ展開していきますので、はいはい、5から7話は、まあ、いろんなもう窮地を打開して成長する姿が印象的だったかと思うんですけれども、はい、今回は窮地を打開して成長したなと感じる経験やエピソードというテーマ、なかなかねちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ何でも広く捉えていただいて、何か川瀬さんありますか、窮地を打開して、まあ、なかなか人生生きてて窮地に陥るってことがね、確かに重さ軽さもだいぶ違いますけど、めちゃめちゃ軽いところで言うと、急に1ヶ月で体重がボーンって増えた時期があったんですよ、私にとってとっても窮地で食べちゃったんですか、いや心当たりがなくて、なんでってなっちゃって、寝てる間に誰かが口に何か押し込んでて怖い、それは窮地すぎるそうで、なんかいろいろやってみたんですよ、なんかこう結構上半身を動かす系の筋トレをやってみたりとかしたんですけど、筋肉がついたのかこう効いてないのか分かんないですけど、体重変わらないし、なんならちょっと増えるみたいな、見た目は、見た目もちょっとだから、あのある一月に仕事して写真撮られてる時だけちょっとぽちゃっとしてるみたいなのがあったんですけど、まあその 1,2 ヶ月後に逆に下半身を鍛える筋トレをなんとなく始めたんですよ、そしたら一気に体重戻って、へえ、下半身だったの、何だったのみたいな、そう、多分むくみとか多分あると思うんですけど、あ、まあ、それむくみだったのか、なんか勉強にはなりました、私の体に向いてるのは下半身トレーニングなんだっていう、そういう成長はありますね、そうそうそう、まあ、なんか水分を溜め込むとかもね、あるんだと思うんですけど、なんか夜寝る前に水飲むとさむくんじゃう人っているよね、塩分のね取りすぎとかももちろんあると思うんですけど、ある意味それは窮地でした、その1ヶ月は病気なのかなってちょっと思っちゃったりとかもして、急にそんだけ増えたらね、そうなんですよ、まあ、特に詳しい検診とか行ってないんですけど、まあ、皆さんも何かちょっと体の変化があったら病院へぜひ、いや本当に確かに筋トレで解決したのは私が運が良かっただけなのでね、皆さんは気をつけてくださいって感じなんですけど、まあ、そんな軽い
意窮地でしたらこんな感じですけど、どうですか？なんか私、はい、少し前に、うん、iPad をあの買ったんですけど、タブレットのね、うんうん、はい、まあもう少し前で言ってももうちょいなんか半年1年経ってないかなぐらいなんですけど、うんうんうん、その時にあの、まあ、iPad でしてる仕事と紙でしてる仕事の両方があって、うんうんうん、で、まあ、両方持って仕事に行ってたら、あの紙で今日収録すると思ってたアプリゲームかなんかだったんですけど、うん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 、間違えて別の台本持ってきちゃって、あー、セルうわーどうしようわーってなって、で iPad はそのま繋がってない Wi-Fi がないと使えない、はいはいはい、それに電車で気づいちゃって、うん、こっちじゃないどうしようってなった時に、テザリングっていう iPhone をあの Wi-Fi の代わりにして、この iPhone を繋いでできるんですよ、その電波を受信することが。タブレット側に電波を譲るっていうのがあるんですよね。 そう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 、それで、まあ、添付で切れたものだったんで、もともと本来やるはずだったゲームの収録のを、まあ、あのダウンロードし直して、よかった。だからその時に iPad ってなんて素晴らしいんだっていう。本当ですよ。あとデータで台本が来ることの素晴らしさ、本当に本当に本当にこれもでかい声で言いたい。本当に時々やっぱり事務所 の、 あの方があの印刷した状態で用意してくださる場合だとそれだけになっちゃうから、 そ、 う、ね、それをもし忘れてきちゃったら、うん、取り替えるほかないってなっちゃいますからね。空き時間に別の作品のチェックもできるし、うんうんうん、まあ、確かにね、タブレットがあればね、なんかね、そういう意味では結構やっぱ重宝してるんで、もっと早く買ってもよかったなって。わかります。でも昔はね、データが消えたらどうしようとかね、 あんまりあれでしたけど、最近はもうみんなタブレット使ってますもんね。なんか一時期はあんまりまだ移行してない時とかは、うんうんうん、タブレットはちょっと大変かもっていう時もあったけど、気がついたら皆さん、皆さんサブレット、ドラマ CD とかあのめくりの音が、なんだよね、なんかセリフが全員しゃべり、そのページ終わった瞬間にみんなでめくるっていうのがあったんですけど、うん、今みんなタブレットだから好きなタイミングで、うん、ガチャッってね、自分だけ紙の時ちょっと恐縮しません、うん、そうすいません、ごめんなさい、私紙なんでみたいな。前になんか自分がタブレットで、新人の子もタブレットで、先輩だけが紙だった時に、うん、新人の子はどんどん行っちゃうんですけど、先輩紙だからすごい心の中で先輩を待ってね、待ってよって。そうなんですね。その子が喋っちゃった時にめくりの音がかぶっちゃうとダメになっちゃうからっていうのがね。だから今の子はめくりってものを知らないから先に教えた方がいいのかもなっていうのはちょっと思いました。懐かしいって言うとあれですけど、まあ、難しかったですもん ね。ゲームの台本とかすっすごい分厚い、あ、分厚い、シュンって一個の iPad になってて、すごい電話帳持ってってたのに、本当にタウンペってやったのに、笑っちゃった時もかしかしたのになりましたね。早見さん、窮地とかあるんですか？気になる。いや、いっぱいありますよ。あるの？いっぱいあります。近いとこというか、この間のツアーをやってたんですよ。はいはいはい。あのとある公演で、うん、歌の途中だったか、歌の途中で、はいはいはい、なんかその日の公演だけ、うん、ブレスレットを、うんうん、あの左側につけてたんですよ、はいはいはい、でそれはあの私が基本的にマイク右に持つから、うん、こうスタイリストさんがこう、うん、あ、じゃあ左を動かすから、うん、華やかに見える方にしよう、うん、試してみようってので、うんうん、左につけたんですけど、私がこうやっぱあまりに腕を動かすから、うんうん、腕をこう下にして、なんかスカートとかをファサってした時に、うん、スカートがこうチュールの素材だったんですよ。あ、そのスカートとブレスレットが完全合体してたまにあるやつだ。でしかもそのちょっと引っかかったとかじゃなくて、すごい完全合体したから、がっつりそうなんですよ。もうあの左腕を私が上げるとスカートがもう操り人形みたいに、あ、そういうドレスみたいになるってことですよね。マリオネットみたいに。そうなんですよ。一緒についてくる感じになって、だからこう上に上げるともうスカート全開になるから、あ、これ上げられないと思って、なんとなく低い位置でゆらゆらさせながら曲で、その曲終わったら MC だったんですけど、喋、うんうん、ってるうちにうまいこと取れないかなって思って、ちょっとね、もぞもぞしてね、ずっともぞもぞしてたんですけど、全然取れなくて完全合体してるから、うん、で取れなくて、うん、もう窮地陥って、うん、最終的にもう舞台監督さん呼んですいません、本番中にもう普通に本番中に、うん、あの、すみません、ブレスレットとスカートくっつきましたって言って
ペコーンってこうほんと操って取れませんって言って、そしたら武漢さんがステージ上に来てくださってってこうやって一生懸命撮ってくださってっていうことがありました。腕だけ抜くっていうタイプじゃない時もありますからね。ゴムじゃないと、いやうまく取れなくてあれ焦りました。それは確かに歌ってる途中だともう焦っちゃいますね。パニックになりますよね。もう言うしかなくて、たまにありますよね。いやそうはならんやろみたいな絡まり方とか、知恵の輪かよっていうぐらい、ありますあります。入ったのに出ないとか何なんだろうって思います。難しいですよね。アクシデントあるな、S ランク娘キャストトーク。というところで7話までね、はい、ご覧いただいていかがでしたでしょうか。はい、ぜひ今回もですね S ランク娘キャストトークの感想や本作への期待のメッセージをハッシュタグ S ランク娘をつけて X 等でつぶやいてください。はい、ということでお送りしてきました S ランク娘キャストトーク、また次回もお楽しみに。以上、アンジェリー役の早見沙織とアネッサ役の川瀬真希とミリアム役の大久保ルミでした。